次女の学校の担任、社会科の男性の先生なんだけど、生徒たちに、少子化を解消するために、君たちの世代の女性は4人は産んでもらわなきゃな。今の時代は、共働き必須、女性もバリバリ働かなければ、日本は立ち行かないみたいなことを頻繁に言うらしくて。中学生で反抗期なのもあって、私に、お母さんは、働いても、ないし、子供2人しか産んでないから、日本衰退の原因だね、と言われてすごく傷ついた。私は看護師なんだけど、救急にいて人手不足だったこと。前は、今ほど育休取りにくくて、一人目出産した後、すぐ戻ってきて。と言われ、体の回復を待てずに職場復帰したため、体にガタが来て。その後、何度か妊娠はしたものの、流産を繰り返し、8年目で妊娠が分かった時に、赤ちゃんのために仕事を辞めた。長女は、0歳から保育園、1年生からずっと学童、お迎えは、専業主婦の親に頼んでたから。オペで、帰宅が遅くなりかに帰ったら、長女がすでに寝た後なんてこともあり。長女が、寂しかったと言うので、次女に同じ思いをさせたくないと思って、夫婦で話し合っての退職でもあった。そうやって授かって大切に育ててきた、次女から日本衰退の原因と言われるとは、長女は、私が仕事から帰ってきて、ヘロヘロになって家事してるのを見てたから。次女の言葉に思いっきりビンタして、働いたことさえないくせに。と、怒りをあらわにしてたんだけど。次女が、私が生まれるまで、8年間一人っ子で甘やかされてたから、ママ大中期なんですね、と煽り。そのせいで、長女と次女の仲も、険悪になってしまった。夫も、母親は壊れないロボットじゃない。そもそも母さんがいるから、今の恵まれた生活があるんだぞ、ということを話してくれたけど。次女は反抗期なのもあって、親の言うことより、年配の担任の言うこと信じたいみたい。私が何を言っても働いてもないくせに、と言われる。専業主婦がいる家なんて恥ずかしくて帰りたくないと言い出して、今職探せししてる。一時的な反抗期、今を耐えれば、と思うものの、お仏を見るような目で、私を見る次女の顔も見たくないと思ってしまう。自分がすれたい。